皆さんこんにちは、葵です。はーい、今日はですね、久しぶりに購入品を紹介していきたいと思います。じゃーん。ということで、今日は会社の会議室からお届けしていきます。さっき買ったやつとかもあるんですけど、まあ、ちょくちょくあのお洋服は買ったりとか、展示会でオーダーしたものが届いたりって感じだったんですけど、まとめて購入品として、紹介するのは久しぶりになってしまいましたが、秋準備ということでちょっと爆買いしちゃったりとか、それこそまたあの AW のものが展示会でも届き始めているので、それはまとめて紹介していきたいと思います。ただあの久しぶりでちょっと量が多いので、一つ一つはサクサクっと、紹介していけたらなと思います。はい、じゃあ、早速紹介していきたいと思います。今3個紙袋があるんですけど、1つ目はこの紙袋に入っているアイテムから紹介していきます。全部がこのブランドの購入品ではなくて、展示会でオーダーしたものとかも詰め込みました。段ボールで届いてるのにとりあえず出して入れたので、ブランドはバラバラなのでちょっと順番に紹介していきますね。で、1つ目はですね、この着ているお洋服も購入品なので、こちらから紹介します。はい、こんな感じ。こうちょっとサイドにスリットが入ってたりとか、ここが結構ね、この肘ぐらいまでボタンが外れるようになっております。生地感わかるかな。ちょっとコットンなんだけど、ちょっと固めのがね、つるっとしてサテンまではいかないけど、若干光沢感もあるようなシャツになってます。これはちょっとオーバーな感じなので、羽織にしたりとか1枚にしても可愛いなっていうので購入しました。シャツがほんまに好きなので、シャツとかブラウスとかめっちゃ持ってるし、いろいろ買うんですけど、意外とこの真っ白ではなく、このクリームっぽいさ、この白と比べるとさ、分かるかな、ちょっと黄みがかってるじゃないですか。こういうシンプルなやつを持ってなかったなと思って購入しました。これはこのザストアバイシーでセレクトしているブランドでした。ちょっとなんてとかやったかな、で忘れちゃったんで出しておきますので、チェックしてみてください。まあ、こういうのはさ、本当に季節問わず、トレンド問わず、ずっと長く使えるアイテムになるので、まあ使い回しとか着回しがね、いろいろできるから、1枚こういうの持ってると使えると思います。はい、今日はこういうブラックのデニムにこういう感じで合わせてみました。一つ目はこれ、もうサクサクっといかなさ、めっちゃあるから、次行きたいと思います。じゃーん、こんな感じです。これは、アメリの、ジャケットで S サイズです。ちょっとだけこのくびれが A ラインみたいな感じになってて、羽織ってみようか。この袖の部分とかはちょっとコンパクトになっております。まあ、ジャケットもめっちゃ好きやから、意外とこんな明るいさ、ブラウンで、このウエストの部分がキュッと、わかりますか、こういう感じでキュッとなってるのは持ってなかったのでオーダーしました。まあ、シャツ合わせでカチッとしたりしてもいいけど、私はあのシースルーのトップスとか、まあ、今ぐらいの季節で帰ったら T シャツの上にちょっと羽織るみたいな感じで着たりとか、逆にスカート合わせたりしたルックも可愛かったので、そういう感じで合わせたいなと思います。まあジャケットはね、好きだからもう展示会でいろいろつけちゃっておりますが、そのうちの一つでした。はい、これはデニムとかとも合わせたい。次、今年トレンドアイテムですね、アームウォーマー。こういう感じでこうクシュクシュっとさせて、じゃあそれこそさっきのジャケットの下だったりとか、まあニットだったりとか、いろんなやつの下からこう出すみたいなのが今年はすごくいろんなブランドさんで出してますね。で、私なんか何個かつけてるけど、アメリはあのカラーものが可愛かったので、この何色って、何やこれ、マスタードかな、アメリとしてはマスタードってやってると思います。こちらこういう感じでクシュクシュってシャツから出しても可愛い。まあ私お洋服とかがめっちゃカラーものが多いタイプではないし、無地のシンプルなものが多いので、こういうちょっと小物とかでカラーを取り入れても可愛いかなと思って、アメリではこの色をオーダーしました。まあスウェットから出したりしても可愛いし、シャツから出しても可愛いし、ニットから出しても可愛いし、ジャケットこの色も可愛くない、この合わせもこういう感じで、このジャケットの下から出してもいい。まあいろいろ使えるし、まあトレンド感、小物とかで出せるといいかなと思ったので、こちらを購入しました。お次はランデブー。
なんデビューの展示会もめちゃくちゃ可愛くて、さすが聖火さんって感じでいろいろオーダーしたんですが、とりあえず届いたのがこちらのベルトでした。すごくシンプルなベルトなんですけど、これは牛革でこういう感じで、あのスラックスだったりとか、まあ、デニムだったりとか、あの王道にベーシックなベルトは1個あったら使えるので、ちょっとあの新しく買いたいなと思って、ランデブーでオーダーしました。確かねブラウンもあったんだよね。でも私は黒の方がとりあえず使えるなと思ったからブラックにしました。このゴールドの金具っていうのが好きポイントです。はい、こう太さもさ一番ベーシックで使える感じの太さになっております。はいって感じ。お次はデニム、じゃーん。これはね最近買ったんですけど、もうすでに何回か履いてて動画でも登場したかも。で丈が普通のレングスよりは短くなってるんですよ。だけど短いレングスぐらいでフレアの方が私は足が短いので、あのちょうどいいあの丈感になるっていう。普通やったらもうちょっとあの短い感じになるんですけど、逆にみたいな、あのフレアなんだけどセミフレアって言ってたから、なんかめっちゃフレアって感じだったけど、若干フレアかなみたいな、ストレートとミックスな感じが可愛いなと思ってこれは購入しました。これはあのリーバイスなんですけど、セレクトショップで購入しました。こんな感じです。このパッツの感じも可愛いよね。なんか結構薄いライトブルーのデニムが好きなので、ライトブルーを持つことが多いんですけど、この青っぽい、もう本当にザ・ブルーみたいな感じ、もうブルーって感じが可愛いなと思って、あんまりこのウォッシュ加工とかも激しく入ってるやつではなくって、このヴィンテージ感が出てるぐらいのやつを探しててドンピシャだったので、こちらは購入しました。なんかねデニムがすごい好きなのでいろいろ持ってるんですけど、新しいものを買うとそれがちょっと自分の中のスタメみたいになって、その自分の好きになるので出番が多くなるんですよ。それがまさに今こちらになっております。なんか濃いからさ、秋の準備としてもなんか可愛いんじゃないかなと思います。なのでこの秋たくさん履きたいと思います。でこの紙袋最後のアイテムはですね、こちらH Beauty & Youth で買った、これはロック、はい、ロックのやつですね、はい、こちらの見えますでしょうか、スケスケトップスを買いました。こんな感じでシースルーです。私の顔透けてますか？はい、いいですね、どうでもこれはフリーサイズだったはず、うん、フリーサイズです。ブラックを購入しました。5色ぐらいあって、私は黒にしました。で、これは、あの、透けてもいい下着だったりとか、そういったものを透けさせて着るのが可愛いなと思って、まあ、それこそこういう、今日みたいな、ブラックデニムで合わせても可愛いし、こういう、デニムで合わせてあげても可愛いし、あのさっきのこのアメリのジャケットのインナーとかにもなったりとか、まあ、秋始まりでなんか長袖着たいけどめっちゃ分厚い長袖だと暑いし、でもなんかもうノースリーブ着る気分じゃないなみたいな時とかにこのシースルーのやつはすごく使えるので、購入しました。はい、ベージュっぽいやつと悩んだんですけど、シースルーのベージュはまあいくつか持ってたりするので、今回は黒にしてみました。はい、じゃあこの袋は終わりましたので、じゃあお次はこちらの紙袋、じゃーん。アデライデっていう私の大好きなセレクトショップで購入したものを紹介していきたいと思います。ここはお友達が働いてて、私が好きなものだったりとか、あの似合いそうなものがあったら入ったよみたいな感じで連絡してもらってちょくちょく行ってるんですけど、実は今日あのまた昨日にね、あの私が好きそうなものが入ったのを連絡くれたので、朝時間があったので買ってきました。なんで買っててほやほやです。はい、ちょっと順番に紹介していきます。ただこの間あの立ち上げの段階でも1回行ってて、その時に買ったアイテムがまだ秋冬のもので着れてなくてタグ付きなので、それも入れてるので、今から紹介するものはもうとりあえずアデライドで買ったセレクトアイテムっていう感じです。はい、じゃあ1つ目はですね、こちらじゃん、マルチボーダーのベストです。ニットベスト、こんな感じ。こうちょっとシャツが長いのであれなんですけど、結構コンパクトな感じは伝わるかな。これはファックスコピーエクスプレスっていう読み方で合ってると思うんですけど、
中国のブランドのはず。あのシャツとかに重ねてもいいし、 T シャツの上とか半袖とかに重ねても可愛いし、今年はすごくベストが気になるって別の動画でも言ったような気がするんですけど、あのそんな気分なのでコンパクトめなベストを買ってみました。これはスラックスだったりとかで合わせたいなと思います。で今年ねすごいグレーが気になるんだよな。グレーに目がいっております。はい、1つ目はこんな感じ。2つ目はですねこちら、じゃじゃーん。これはあの見せてもいい下着です。これはねどういう時に使うかっつったら、それこそこういうさっきの H のビューティー&ユースで買った6のこのシースルーのトップスとかのみんなにこう透けさせる、透ける時とかにすごく使えるインナーになっております。これは素材がベロアで、ここがゴムになってまして、これは2サイズあって、1と2があったんですけど、もう2しかなくて、でも試着してみたら2でもまあ、逆にフィットしなくて、なんかなんていうの、きつい感じではなくて、でもまあずれ落ちるみたいな感じでもなかったから、もうここにアジャスターはあるので2にしたんですけど、逆に締め付けがなくて、なんかつけてるかわからへんぐらい軽みたいな感じです。はい。こういうね、見えてもいいようなインナーはいくつか持ってるんですけど、このベロア素材っていうところと、あとここのアンダーの部分がここまでしっかり太いのは持ってなかったので、使い分けしようと思って、秋冬はこっちを使っていこうかなと思って、これを購入しました。こういう見えてもいい下着は、こういうシースルーの時とかもそうだし、例えば背中が空いてるやつとか、なんかタンクトップとかキャミとかでどうしてもパッド付きじゃなくて見えるとかいう時とかは、こういうのはチラって見えても、逆に見せぶらみたいな感じで可愛いので、1個あると使えるんじゃないかなと思います。白だと、ちょっとやっぱ下着感が出て、黒の方が、なんか、水着っぽくも見えたりするし、すごく使えるので、一色なら黒がおすすめです。はい。って感じで、お次はこちらです。背中が実はドーンと開いてて、これ着たらすごく可愛くって、ちょっとね、丈は長めのトップスになるんですけど、こんな感じで。で、若干ラインがこうフレアな感じになってます。前から見るとすごいシンプルなんですけど、こういう背中が開いてて、それこそこういうのを重ねたりとか、もうちょっと寒くなってきたらベアトップを重ねたりとかしても可愛い感じになってます。今年はこういうグレーとこのブラウンがすごく目がいってて、ベージュがすごい好きなんで、ベージュはまあ年中好きなんですけど、ベージュではなく、この、なんていうの、焦げ茶みたいな色、ブラウンみたいな色に目がいってる気がする。オーダーしてるのもそういうのがすごく多いので、私はブラウンの葵になるんではないでしょうか。はい、これも生地感がすごい気持ちよくて、まあ、こういう背中空いてるのとかってさ、いつ着たらいいのとかさ、ね、実際寒いやみたいな感じになって、まあ、難しいと思うんですけど、アウターとか羽織ればもう分からへんし、こういうなんかそういうのが好きって気づいた最近。なんか背中が空いてるとか、なんかここだけ空いてるとか、ちょっと肌見せしてなんか着るの難しいみたいな服が好きっぽい。柄とか色とかはシンプルなんだけど、シンプルけどそこそういう肌見せかとかっていう若干アクセントがある服が私は好きみたいですね。でそれで言うと、またこれも見て、めちゃくちゃ可愛いよ。これファイジャクムスのやつなんですけど、じゃーん、これはなんとちょっとこういう風にこう肩をこうショルダーを見せる感じのショートトップス、カーディガン風になってます。これはね、外れないんだって。これだから上からこうかぶらないといけないんだけど、金具がついてるの見えますか？可愛かったん、これ。ほんでさ、これさ、めちゃくちゃ伸びるから、もう見た瞬間もう入るって言ったけど、ちゃんと入りました。伸びます。すごく伸びます。だから、自分の体にすっごいフィットする感じですね。まあ、この色見たらさ、もう私っぽーって多分思うと思うんですけど、はい、大好きです、こんな色。だけど今年はまあこんな色も並行していっぱい買ってるんですけど、濃いブラウンが目がいくって感じ。
それこそアメスリのねタンクとかは今年はめちゃくちゃ買ってるし、好きなんで私でそれ持ってるから、それを着てこうちょっと肌見せするみたいな、今のあのお洋服としてはそういう着方をして、もう少し寒くなってきたらそれこそ薄手のタートルネック のニットを合わせたりとか、いろいろ合わせれるなっていう頭の中でコーディネートができたので購入しました。お洋服は以上で、最後は帽子、ベレー帽です。これは6のベレー帽なんだけど、これね頭の形にフィットしたいの、可愛くない？色はねこの一色しかなくて、サイズはワンサイズなんですけど、どうですかこのベレー帽。髪の毛がだいぶあのミディアムで伸びてきたので、久しぶりにベレー帽を買ってみました。最近はキャップなことが多かったけど、ベレー帽はやっぱ AW になるとすごい可愛いよね。それジャケットとかさ、ちょっとほら秋って感じ、好き。ベレー帽は1個あるとなんかアクセントになったりとかするのと、黒のベレー帽とかグレーのベレー帽は持ってたんやけど、こんな感じのベージュのベレー帽は、うん、私の中で持ってなかったので購入してみました。そしてそしてこれちょっとボッテが何買ったのってみんな気になってたんじゃないですか。お見せしたいと思います。まだ開けてへんねん。これなんでしょうか。はい、出せました。これはずっと気になってて欲しかったラバーのねブーツになるんですけど、これは何色になるんやろ。なんかちょっとさカーキっぽさもあるしさ、ベージュっぽさもあるしみたいな、好きそうな色じゃないですか。私これこんな感じ、可愛いねこれ。めちゃくちゃ履いたらすごい可愛くて、今はちょっとあんまりこの靴だけを見たら想像つかないかなと思うんですけど、なんかカジュアルなお洋服の時だったりとかもそうだし、ちょっとダボっとしたルーズなパンツとか合わせたりとか、逆にオーバーなスラックス、ちょっと太めのスラックスとかにここが被るように着るのも可愛いなと思ったので購入しました。やっぱりさ最近雨がめっちゃ続いてて、これずっと欲しいなと思ってたんですよ。だけどなんか自分に合うかな合わんかなみたいな感じで悩んでたんですけど、いやもう雨の日に可愛い靴履きたいなと思って、まあレインシューズはいくつか持ってるんですけど、メインで履いてたやつが黒やったし、ちょっと服装が選んだりするからまた幅広くて、なんか雨の日もこうで楽しめる、かつ雨じゃない日も履けるから、これから AW になってきてね、そうブーツが可愛くなってくるので、カジュアル用のブーツとして購入しました。はい、ということで今日は久しぶりに購入品紹介をしてみました。全部で、ね、12点ありました。ちょっと量が多かったのでサクサクっとになってしまったんですが、やっぱ秋冬の方がさお洋服が可愛くて、やっぱ欲しくなるものが多いのでワクワクですね。早くニットとか着たい。やっぱ夏も可愛いけど、夏はやっぱさどれだけもう薄着で合わせるかみたいな感じになってくるから、同じコーディネートがやっぱどうしても多くなっちゃうので、ファッションを楽しむのは秋冬かなということで、こういうシャツの羽織だったりとか色味とかを少しずつ AW 仕様に、していこうかなっていうところなので、私も秋冬のファッションの準備をしていきたいと思います。展示会でねオーダーしているものがいっぱいあるので、また届いてくると思うので、そちらの方は、購入品として紹介するか、ルックブックだったりとか何らかの形で皆さんにもシェアしていきたいと思います。最近買ったアイテムはこの辺になりますので、ぜひ皆さんの買い物の参考にしていただければなと思います。はい、コーディネート合わせとかは青コーデだったりとか YouTube のコーデ Vlog とかでも、紹介していくと思うので、ぜひそちらの方も参考にしてみてください。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。